コクのあるクリームチーズと爽やかな酸味のサワークリームが甘酸っぱいフルーツにベストマッチ。かわいい見た目に胸キュンです。フルーツピザをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずピザ生地はオーブントースターなどで4分ほど焼き、粗熱を取ります。ピザ生地に練り合わせた材料 A を塗り、ブルーベリー、材料 B を乗せて粉糖を振れば出来上がりです。パリッと焼いた生地に2種類のベリーをたっぷりと盛り込んだ簡単スイーツですよ。ぜひお試しください。